こんにちは。YouTube 聖書進学校の支援の学びの時間です。今日は支援の55編です。では早速、支援の55編をお読みいたします。支援の55編、指揮者のために弦楽器に合わせてダビドのマスキール、神を私の祈りを耳に入れ、私の切な,なる願いから身を隠さないでください。私に身心を止め、私に答えてください。 私は苦しんで心にうめき泣きわ,わめいていますそれは敵の叫びと悪者の迫害のためです彼らは私に災いを投げかけ激しい怒りを持って私に恨みを抱いています、えー、私の心はうちにも,もだえ死の恐怖が私を襲っています恐れとおの,のきが私に望み戦術が私を包み,包みましたそこで私を言いましたああ 私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休む者を、ああ、私は遠くの方への逃れ去り、荒の中に宿りたい、セラ。嵐と早手を避けて、私の逃れ場に急ぎたい。死をどうか彼らの言葉を混乱させ、分裂させてください。私はこの町の中に暴虐と争いを見ています。彼らは昼も夜も町の城壁の上を歩き回り、町の真ん中には罪悪と害。 毒があります破滅は町の真ん中にあり、えー、虐待と詐欺とはその一場から離れません。誠に私をそうする者が敵ではありません。それなら私はしの、えー、忍び、えー、忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼か,から身を隠したでしょう。そうではなくてお前が私の同輩、私の友、私の真意のお前が 私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に俺と一緒に歩いていったのに、主が彼,を彼らをつかめればよい、えー、彼らが生きたまま読みに下るがよい。悪が彼の住まいの中、彼らのただ中にあるから、私が神に呼ばわれると主は私を救ってくださる。夕朝、真昼、私は嘆き、うめくすると。 主は私の声を聞いてくださる。主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちにあがな出してくださる。私と争うものが多いから。神は聞き、彼らを悩まされる。昔から王座についているものをもせら。彼らは改め,改めず、彼らは神を恐れない。彼は自分の魂にまで,ま,まで手を伸ばし、自分の制約を破った。彼の口は バタよりも滑らかだがその心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいがそれは、えー、抜き身の剣である。あなたの重にをしにいだねよ。死、ね、主はあなたのことを心配してくださる。死は決して大しいものが揺るがされるようにはなさらない。しかし神をあなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは己の引かずの半ばも生きがらえないでしょう。 けれども私はあなたにより頼みます。はい支援の55編でした感謝いたします、えー、では早速う富井先生の支援の学びを見ていきます、えーえー、55編「重にをしにいだねよう」えー「解説」「マスキルについては32編を3章のことこの支援は親しい者に裏切られた男の嘆きの歌である失望を悲しみ 怒りの嵐とともにその深い悲しみや失望という重りを主に委ねて静,静まる心情が巧みに表現されている。友の裏切りや親しい者との離反という人間関係における悲しい出来事に出会うとき、人はどのように自分を阻止するのが良いだろうか。孤独という重りの下でなおつ希望を失わずに心に平安と確信を保ち続けることができた詩人,人の。 内的戦いと信仰の告白を通して神に重荷を抱えるとはどういうことかを学び取りたい背景となっている事件の詳細はわからない大部分の障害における出来,事の出来事であるとすればサール王による極度の窮状の中で自らのみ惨めさを嘆き神に訴えている,いるというよう,う,ように理解することができるあるいは13節の表現から アブシャラブの模範に加担したダビデの議官、えー、ギロジンアヒ・アヒトフィルの裏切りを想定すること,こともできる。第2サムレキ15章の12節と31節。当時、アヒトフィルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフィルの助言は、みんなダビデにもアブシャラブにもそのように思われた。第二サム歴キ十六ンの十三節と記されているほどであるから、その アヒト・フィルの裏切りはダビデにとっては誠に驚きだり悲しみだりかつ自らの確信や信仰さえも揺る動かすショッキングな行為であったに違いないこのように考えるとダビデの重りの深刻さが理解できそれを死に委ねることができた喜びの大きさを理解することができるこの苦しみはイエスの味わった苦しみまたは信仰の姿として41編との関連を見ることができる内容区分 この支援は失望、怒り、信頼の3つに大きく分けることができるが次のように細分する1から3節苦しみと悲しみの訴え4から8節逃避の願望9から11節悪の蔓延12から15節最大の悲しみ16から21節神の裁きを求める22、23節確信と信頼後悔。1節の身を隠さないでは実0の1節にも出てくる2節の 御心を止めとは注意を集中して聞き入ることである苦しんでうめきとは心身ともに平安がな,なくやす休まらない状態黙っていられない状態を指す泣きわめ屈討はよく言葉は十七節のうめくによく似,て似た言葉で意味も似ている未説の訴えが十七節では聞かれるという確信に変わっている三節に耐えがたい苦しみの原因,と原因がまとめられているそれを激しい憎しみの 込められた迫害であるる単なる反対や誤解や抑圧ではない。四節の死の恐怖の恐怖は複数形で単なる死に対するそれ以上のものを示しているようである。死のさまざまな恐怖ということから恐ろしい死に方、殺され方、扱われ方、悲惨な期待、再起、えー、最後、信仰者としての望ましくない死に方などの思いかもしれない。五節の私の望みとは中に 入り,入り込むことを指す。そこで、えー、6節。ダビデはストレスからの逃避を願う。しかし、王であるダビデにそれは許されない。鳩のように人,ば人だと離れたところに住みたいと思う。画家、二章の十節か、そのような休息は与えられないのである。7節には遠くの方へとある。鳩は決してそういう鳥ではないから危険を避け、逃れ場に一時的に避難しても必ず自分の巣に帰る。ダビデは 神の家を忘れるのでなく、一時的な逃れ場に逃れたいのである。あらのは神との交わりの場、神の言葉を黙想するところである。発説にあるように、嵐とはやってが宮殿と町に荒れ狂っているのだ。だった。はえー、旧説以下では誰での悲しみが特に王としての自覚と責任感が述べられ,て述べられる、えー。言葉を混乱さえ、旧説と表現と町の中の罪悪の序、えー、実とは、バーベルの塔の物語を念頭に置いていると思われる。 創世記11章の一節から九節不信仰者の一致した計画に対し神が言葉を乱されたことによってその作業を放棄されたバベル物語で言葉の分裂思想の改革を推薦させたのは神を恐れる少数の信仰者の群れであったとすればダビデが神を恐れ神を信じる者としてまた神に立てられた王としてバベルの裁きの再現を願いそのために立ち上がりたいと願うのは最もである。 神の都が今やバイブルとなっていると,ということが、ダイビナの関心であり、えー、苦しみなのである。10の彼らとは敵た,敵たちのことと解釈すると、解釈と9節の暴虐と争いの擬人化とする解釈がある。城壁の上を歩きまるとは、あたかも正当な見張りのように振る舞うことである。町の真ん中が二度も暮れからされて強調されている。10、えー、と11節。11節の市場とは町の出入り口。 口の入り口にある公の広場で町の仕事場である。神を恐れない人間が傷つきあげる町の姿を信仰の目で見るとき、町の真ん中に罪悪、害毒、破滅があり、えー、虐待と詐欺等が常にある。しかし、タビデの悲しみと怒りの最大の原因は信仰の友の裏切りにある。十二節は、タイビデがなぜ黙っていることができ,るできないかを説明している。個人的な組織や、えー、憎しみなら耐えることできるが、 問題は信仰に関わり、しかも国全体に関わっているのである。それゆえ旅では訴えているのである。13節の同輩とも真理という表現によって相手は王である旅とのように高い地位にあり、えー、親しく付き合い、互いによく知り合った間がであることが分かるぞ、えー。そのような友が裏切ったのである。14節では、えー、特に信仰ともとしての絆を取り上げて、同じ神を礼拝する者が互いに争うことの愚かさをする。 恐ろしさと恐ろしさを嘆いている。概説で考察したように、もしこの友がダビデの義官、アヒト・フユリであったとするならば、ことは重大である。ダビデの王位が否定され、ダビデの信仰も否定される。また、神の民の協力による神の国建設という大事業にも支障をきたす。混乱したバベルを神の都とするためには、信仰者の固い絆と信頼関係が持続されなければならない。 外エの、えー、悲しみと失望の言葉はもうやむを得ないものがある。15節は正当な報いを願う言葉であり、民主記義六章書に記されている、コラットその仲間の滅びを思わせる。彼らとすべて彼らに属する者は生きながら読みに下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは収穫の中に滅び,滅び去った。民主記義六章書の2、33節16節からは、神を裁判官として呼び求め、判決と処罰をこうっている。 えー、神は裁き主である、主は恵みと憐れみ、友も救い主である。えーえー、16節17節の言う朝、アマヒルとは、すなわち一日中ということである。イスラエルでは言うから一日が始まる。これは2節の繰り返しであるが、ここには、えー、主は私の声を聞いてくださるとの確信がある。18節は多くの敵と、大名の中で主が魂に平和を与えてくださるという確信を述べている。平和のうちに贖がないで出すとは。 安全に無事、無事にということである。私と争う者が多いとは、私に共にいるものは多いとも約,約束できる。34篇の7節が、文脈からして敵が多いという意味に取る方が良い。19節は不明確な表現であるが、昔から王座についているものとは神のことであろう。9編の7節29篇の10節74篇の12節神明期33章27節 永遠下の王でいます神が神を恐れず自分の力に頼るものを打ち砕いてくださるという確信と信仰を述べている二節で、ダビデを再び裏切りの友に言及している制約とは富ととと友としてか仲間としてかあるいは神に対する忠誠の誓いかはっきりをしないか契約という言葉を用いられている二次節は裏切り者の態度の暴露である 5編,5編の9節を3章のことその心には戦いがあるその心戦いという意味であるその心のすべてが戦いで満ちているということである109編の4節の「私は祈り」と同じ表現である22節23節はダビデの生涯における重大事件が神の訴えによって解決,解決されたことを告白し死に信頼して正しく歩むことを進めている。 あなたの主に二十二節とは与えられたもの、課せられたことで、えー、カルバンは賜物と訳している。委ねるとは投げ出すという意味であるが、賜物を放棄せよということではない。マタイの十一章の二十八節、第一ペロの手紙五章の七節に記、えー、されているように、神の御手に私たちの思い煩いを委ねるということである。心配してくださるとは支える、保持する、励ますという意味である。神は私たちの主にを支え、 共に背負おてちがそれによって倒れてしまわないようにしてくださるということである契約聖書中では物心両名の指示と配慮の意味で用いられる掃跡45章の11節、えー、50編の21節、支援の,、えーまあ、51, の51章の21節、支篇の112編の5節の構成に取り,あかな取り行う人 23節で悪を行うもの、不信仰なものの末路を述べて、えー、エレメア書17章の11説、クレアタミを促す、えー、エゼケル書18章の23節人の世の悲しみにあって、それを神かの賜物として受け取り、神の、うん、支えを求めつつ生きることが信仰者の姿である。はい、感謝いたします。えー、富井先生の支援の55編の。 お学びでまた次回のお聖書進学校、YouTube 聖書進学校の支援の学びで、えー、お会いいたしましょう。まさあとでした。週あげん。パッションプレゼンシャム。バイ。